まず測る場所を説明します。このカーブと脇のカーブと前身頃の裾になります。股ぐりの長さを測るときに、ダーツがあるときはダーツの幅は省きます。つまり測る箇所はここからここと、ここからここ、ここからここと、ここからここ、ここからここになります。それぞれに名称をつけます。4.8、 8cm、 7.8cm、 3.6cm、5cm になります。これをすべて足しまして 3.5 プラス 3.6 プラス 7.8 プラス 8 プラス 4.8 で 27.7cm、 これが半身の長さになります。 27.7cm、 これを一周で考えるので、かける2をします。かける2をすると 55.4cm、 こちらが股ぐり一周の長さになります。で、股ぐりの長さは実寸の長さかける 0.7 から 0.9 で計算していただくといいと思います。このかける0.8という数字がかける0.7やかける0.9になるとき、どんなときかというと、このロンパーズを着る犬のウエストが細いときはより小さくした方がいいので、かける0.7になりまして、犬のウエストが少し太いときはかける0.9で用意をします。今回はかける0.8で計算したいと思います。かける0.8で 44.3、 これを四捨五入しまして 44.5cm で股ぐりのフライスを用意します。ロンパスのデザインによってはこの脇がカーブでくれている場合と、脇線がまっすぐの時があります。まっすぐの時はこの脇の合い印までが股ぐりになりまして、この長さを測ります。はい、マスターパターンの場合、こちらにフライスの推奨値が書いてあります。で、首と袖口や足先に関してはラグランスリーブの動画を参考にしていただきたいんですけれども、股ぐりはフライスの仕上がり幅を細くします。その理由は、股下の部分に太いフライスがつくと犬の股の部分にフライスがぶつかってしまうからです。
こちらはニットテープです。ニットテープでもまたぐりを始末することができまして、このニットテープを伸ばしながら身ごろと縫い合わせます。ニットテープを使ってつけるときは実寸の長さ ×0.8 の長さで計算をします。